どうなんだろうな、監督ってどういうふうに選手が接するのかなって俺とも思ってて、はい、ね、やっぱほら俺なんか60まあ4になったけど、やっぱり離れてるからやっぱり監督って言ったらやっぱりある程度のやっぱりなんかちょっと垣根があるわけじゃない。それでヘッドをやっててもう本当に一緒にプレーした選手もいるし、すごくねフレンドリーでこうやってて仲間だし、それが監督になったらどうなんだろうなぁと思って。本当にそうですよね。選手もどういうふうに思ってるんですか ね。お前監督室案内してるときに監督室行ったら一人だぞあそこ。はい、本当監督だったらあそこ開けてるじゃないですか。そう。いや僕もすごい開けてます今。向こうですごい笑い声聞こえるじゃないですか。俺向こうにいたいぐらいなんだから。壁なんか全部取っ払ってくれよって思うんだけど、別に監督室なんかいらないのにって思うんだけどね。でもやっぱり今までとちょっとねちょっとあの肩書きも違うし、今の監督になっちゃうからさ、選手たちがどうなるか、まあでもそんなに変わることはないだろうけど。ですね、どうなるんですかね、本当にどう思ってるんですかね。まあでもやるときはもう本当全力でやってほしいし、あとはもうメリハリをつけてやってもらえるのが一番ですけど。数は数ですよ。でも本当にそれ、ね、本当感動から言われて、もう和夫は和夫らしく、やれっていうことはもうその言葉をいただいて、なんかそれ結構スッと自分の中にも入ってきましたし、まあ辻監督も辻は辻でしかなかったということを言われたので、だから和夫は和夫らしくやれって言われた時になんかすごいこうスッと僕の中に入ってきたんで、それですごいちょっと気持ちが楽になりました。